こいつのために今回数百人は死んでる。まだ続けるなんて正気なの？なら教えてくれ。人間性を保ったまま人を知らせず、どうやって巨人に勝つ？邪魔しないで、狙う。なら俺たちは人間兵器とやらに命を投げ打って健気に尽くすしかない。前線に出て巨人を食い止める。いや、あのガキは頼んだぞ。ピクシス司令からの伝令かもしれない。確認してきてくれ。ここは俺に任せろ。アルミ、ケチらして。味方、作戦は？エレンはどうなっているんだ？エレンが暴走して岩を運ぶ前に倒れた。仕方ないので、エレンを守っている。考えがある。一緒にエレンのところへ行こう。戦わなければ勝てない。まずい、こんな時に。アルミ、私のそばを離れないで。いいところに仲間とはぐれたら一人じゃ手に負えねえ。手を貸してくれ。助かった。作戦は失敗だったんだろう。ならさっさと撤退しようぜ。待って、一緒に仲間を集めてほしい。エレンを守るために人手がいる。エレンも分かったよ。行かないと。マルコ、失敗の縁談が出たのにまだ巨人の誘導任務を続けてんのか。一人では危ない。一緒に行動した方がいい。撤退命令が出たわけじゃないだろう。僕は任務を続ける。戦わなければ勝てない。僕なら大丈夫。ミカサたちも気をつけて。巨人と戦ってるぞ。お前らか、手伝ってくれ。ケチらして頼む。コニー、それよかったぞ。怪我悪い。なら一緒に戦って。
ああ。けどなんでこんなところにいるんだ。作戦はどうなった。巨人が侵入しすぎた。エレンを守るため仲間を集めている。なら俺も手伝うぜ。お父さん、エレンは私が話しかけても反応がなかった。誰がやっても意味がない。やるだけやってみるよ。とにかくエレンのところへ急がないと。救援要請か。待ってろ。潰す。かっさばいてる。人間の恐ろしさ思い知れ。落とした。すまない。これから巨人拘束用の罠を起動する。この罠が命中すれば巨人の動きを止められる。その間にうなじを狙ってくれ。潰す。なんであんたがここに。今は一人でも多く戦力を増やしたい。一緒に来てほしい。いいよ。同じにかけて縦1メートル横10センチ。大丈夫。真ん中さえ良ければ死にはしない。ただほんのちょっと痛いだけだ。アルミリル、聞こえるか。ここから出てくるんだ。お母さんの仇はどう。僕たちはいつか外の世界を探検するんだろう。エレン、答えてくれ。壁から一歩出ればそこは地獄の世界なのに、どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの。どうしてだって。そんなの決まってんだろ。俺がこの世に生まれたからだ。Whoa!
はエレンを扉まで援護すれば僕らの勝ちだ。死守せよ。エレンに巨人を近づけるな。我々の命と引き換えにしてでもエレンを扉まで守れ。無理やり接近してでも巨人どもを俺たちに引きつけろ。落とした。任せて。救援要請だ。蹴散らして巨人に勝ったよ。